ライフストリーム、それは星をめぐる命の流れ、星と星に生きるすべての命の源です。シンラカンパニーはライフストリームを資源として使う方法を見つけました。そのおかげで私たちの生活はとても豊かになりました。でもそれは星の命を削ること、そう考える人も大勢いました。シンラは自分たちに反対する人々を力で抑えようとしました。シンラにはソルジャーという特別な兵士たちがいました。大昔に空から降ってきてこの星を滅ぼそうとした最悪、ジェノバの細胞を埋め込んだ人たちです。その中にセフィロスというとても優秀なソルジャーがいました。でも自分が恐ろしい実験で生まれたことを知ってシンラを憎むようになりました。そしていつしか全てを憎むようになってしまいました。シンラとシンラに反対する人たち、憎しみのあまり星を破壊してしまおうとするセフィロス、セフィロスを止めようとする人たち、いくつもの戦いがありました。戦いの数だけ悲しみがありました。私が大好きだった人もライフストリームになってしまいました。そしてあの日、運命の日、すべての戦いを終わらせたのは星自身の力でした。星はライフストリームを武器として使いました。地上に吹き出したライフストリームは争い、野望、悲しみ、すべてを飲み込んでしまいました。悲しみと引き換えに全部終わったんだよ、そう言われたのは2年前でした。